ピーク表示用 LED 付きビューメータービューメーターとは音響機器において音量感を指示するための測定器である。1939年にベル研究所及び CBS、NBC により通信線路の基準レベルを監視するために開発された。ビューとは英語のボリュームユニットのこと。インピーダンス600オームの深回路へ 1kHz の 制限波を加えて1メートル W の電力を消費した時の出力電圧を 0DBM とし、プラス 4DBM を0ビューとするが、業界によって違う。ビューメーターの指示範囲はマイナス20からプラス3で、単位は DB である。信号電圧に対し針が指示値に位置するまでの所要時間は300マセックである。この遅れは、原理的に電圧の最大値を示せないことを意味し、 連続した制限波を加えた場合はほぼ平均値に等しい値を指示する。ビューメーターに関する企画として、ANCC16.5 から1942、ブリ i t i s h s t a n d a BS6840、そして IEC6268 から17がある。かつて日本にも実 C1504 から1976があったが、 1993年に廃止された。ビューメーターは定義では特性インピーダンス600オームの音声周波信号を扱う電送炉において音声信号のレベルを新たに設けたビューという単位で指示するための音量経営である。ビューは以下のようになる。ビューメーターは全波性粒気付きの電圧計、特性インピーダンスが一定になるような可変アッテネーター。 外部直列抵抗の3つの構成要素から作られている。ビュメーターの特性インピーダンスは7500オムプラスマイナス3%が望ましい。ビュメーターの指示範囲はマイナス20ビューからプラス3ビューである。無信号の後、0ビューに当たる 1K1Z 制限波信号を入力した場合、針が0ビューの99%の点を通過するまでの時間は300ミズ。 誤差プラスマイナス30ミズである。針は必ず0ビューの点を超え、最低でも1%を超え、しかし最高でも1.5%に達しない、オーバーシュートを発生する。戻り時間は、応答速度と大きく違わないこととする。BU と発音する。なお、IEC626817 エド1.0では、ビューは小文字で書くよう指定されているが、 ジス C1504 から1976では、ビューメーターのように、大文字となっている。入力電圧は600オームに対する1メートル W を、示す電圧を 0DB としたものジス1504から1976では、外部直列抵抗を除いたメーターの、特性インピーダンスが3900オームプラスマイナス200オームと規定されている、日本規格協会。 C1506 から1976ありがとうございます。